さやか、俺に隠れて浮気してないよな。してるわけないじゃない。急にどうしたの？最近出張が多くて話す機会が少ないから心配になったんだ。確かに出張が多いね。しかも今回は1週間以上宮城にいるけど大丈夫？なかなか話がまとまらなくってね。最近いつも宮城じゃない？取引先がほぼ宮城なんだよ。そんな偶然ってあるのね。いつも同じお土産でごめんな。それはいいけど。千咲は元気にしてるか？ええ。俺に会いたがってる？いや、そんなにかな。なんだよ、昔はパパ大好きって言ってたのに。もう10歳だからね。お姉さんになったのよ。早すぎる。もっと娘に愛されたい。そのためにもお仕事頑張らないとね。ああ、そうだな。なんか元気ないけどどうかした？俺ずっと考えていたんだけど、さやかのことを幸せにできない気がするんだ。どうしてよ。お前は俺じゃ満足いかないだろ。何の話？俺は身長も高くないし、イケメンでもない。あ、そうね。いや、否定してくれよ。あ、ごめん。でもさ、背が低くてもイケメンじゃなくても、ソータは私の大切な夫だよ。言葉だけだったら何とでも言えるよな。信じてくれないの？さやかは俺にはもったいないくらいの美人だから。ありがとう。でも本当にあなた一筋よ。そっか。もう何その反応。言いたいことがあるなら言って。こないだ友人からお前が男性と手をつないで歩いているのを見たって連絡が来たんだ。え？大きい橋のところで楽しそうに。そんなことしてないわよ。そもそもここら辺には知り合いの男性もいないし。でも服装もこないださやかが買ったものと一致してたんだ。服くらい被るんじゃない？俺は本当に悲しいよ。お前のことを信じてたのに。だったらそのまま信じててくれる？神に誓って浮気なんてしてないわ。もし浮気をしていたらと思うと、先もかわいそうだし、どうしていいのか。そんなことで悩んでたの？心配させてごめんね。もしさやかが他の男を好きになったなら、すぐに言ってくれ。はいはい。俺はいつでも別れるから。え、そうなの？お前の幸せが一番だからな。引き止めないんだ。むしろさやかが別れたいなら、今すぐにでも離婚届書こうか。ちょっと待って、さっきから何なのよ。いい加減にして。メンヘラみたいでめんどくさい。めんどくさいなら別れた方がいいよな。さやかもそう思ってるんだろ？思ってないって言ってるじゃない。イライラするから今は LINE しない。じゃあね。夫があまりにも変なことを言い出すので怒ってしまいました。私はさやか、36歳の主婦です。夫は10歳の娘ちさきを溺愛していて、私のことよりもいつもちさきちさきと言っています。たまには私のことも見てほしいなと思ってしまうのですが、10年以上一緒にいる仲なので、これも仕方ないのかと思っています。しかし最近あまりにも夫の様子がおかしいことに気づき、私は少し不信感を持っています。でも私も不安にさせてしまう一面があるのかもしれません。浮気と言われるのも少し心当たりがあるようなないような。3日後。今から家に帰る。え、帰ってくるのはもう少し先じゃなかった？思ったより早く終わったんだよ。へえ。何か都合の悪いことでも？ああ、ちょっとね。夜には家に着くから美味しいご飯を作って待っていてほしいんだけど。ごめん、今日は家にいないの。今大阪にいて。千咲も一緒？ううん、千咲は実家に預けてる。怪しいな。どうして千咲を置いて大阪にいるんだよ。まあちょっと友達と旅行というか、なんというか。やっぱり浮気してるんだな。そうだと思った。違うわよ。男に会いに大阪に行ったんだろ。まあそうだけど浮気じゃないよ。往生際が悪いな。俺に隠していることがあるならちゃんと言ってくれ。隠していることはある。いつかちゃんと話そうと思ってたけど、なかなか言い出しにくくて。橋で手をつないでいた男が相手なんだな。いやそれは違う。なんかの間違い。そんなわけあるか。とりあえず戻ったらちゃんと説明するから待ってて。いや、離婚だ。え？千咲の親権は俺がもらうからな。ちょ待ってよ。あ、じゃあ今説明するから。いや、もうお前の話なんて聞きたくない。
慰謝料もたっぷり請求する。もちろん財産分与なんてしないぞ。冗談でしょ？本気だよ。離婚届も用意してるから。なんでそんな早く？前から怪しいと思っていたから用意していたんだ。いやいやいや、お父さんとお母さんが別れるって津崎に連絡しないとな。スマホ持たせてたよな。持ってるけど、ちょっと落ち着いてよ。いや、落ち着けない。別れる。じゃあな。そうだ、ちゃんと話聞きなさい、バカ。離婚なんて絶対しないからね。翌日、離婚しましょうか。やっと自分の非を認めたか。昨日千崎とも話した。私も話したわ。ママが浮気しているから俺についてくるように伝えた。そう。やっとお前と別れられて清々するよ。それどういうこと？実は前から別れたかったんだ。でも親権は欲しかったし、せっかくなら慰謝料も請求できたらいいなと思って。浮気しているかどうか釜をかけたんだよ。じゃあ友達の証言があるっていうのは嘘ね。そうだ。だろうね。私の記憶にはないもの。だとしてもお前は浮気を認めた。大阪で男に会っていたしな。慰謝料についてだが200万ほどでいいだろう。ええ、いいわ。お前も働いているんだからすぐに振り込めるだろ。は？払うのはそっちよ。何言ってんだお前。もしかして女はお金を払わなくていいと思ってるんじゃないだろうな。なわけないじゃない。あなたが浮気しているから払えと言ってるのよ。俺が浮気したのはそっちだろ。何も話を聞かずにホイホイ進めてご苦労様。私は男に会いに大阪に行ったのは事実。でもそれは浮気相手じゃないわ。じゃあ誰だって言うんだよ。俺に隠し事があると言っていただろ。推しよ。推し？推しのライブが大阪であったから友達と遠征してたの。証拠ならいくらでもあるけど、見る？オタクだったのか？結婚してから目覚めたのよ。でもあなたには言い出しにくくて。もう33歳だし、お仕事するのはどうかなって。あ、嘘だ！お前は浮気してる！証拠は？ない。私はあなたが浮気している証拠を持っているけどね。え？宮城から女を連れてきてうちでイチャイチャしてるんですって？何のことだよ。まったく、娘にあんなものを見せるなんて。どういうことだ？説明するよりも千崎との LINE を見せた方がいいわね。スクショ送るわ。さやかと千崎の LINE。ママ、今すぐ家帰って。もしかしてパパから連絡が来た？離婚するとか言ってたと思うけど心配しなくていいからね。そんな話今はどうでもいい。どうしたの？パパとビデオ通話してたんだけど、お家で急にパパが金髪の変な女とイチャつき始めたの。え？ビデオ通話切り忘れてるのに気づかなかったみたいで、面白いからしばらくパパのこと見てたら、知らない女の人がクローゼットから出てきて。嘘でしょ？それで今もママに LINE しながらパパとビデオつながってるんだけど、ずっとイチャイチャしてるの。ごめん千崎、こんなこと頼むべきじゃないかもしれないけど、スクショ撮ってもらえる？どうやってやるの？ホームボタンと電源ボタンを同時に押すのよ。あ、できた。バッチリ撮れたよ。ありがとう。変なもの見せてごめんね。ビデオはもう切っておきなさい。うん。ねえママ、これって浮気だよね？そうね。ママは浮気してないよね？私はしてないわ。そうだよね。千崎はママを信じてるよ。ありがとう。あのジジイ、命乞いをしても遅いわよ。さやかとソータの LINE。 というわけよ。千崎に見られていたのか。嘘だろ。この LINE の通り、証拠はバッチリ押さえてあるわ。ごめんなさい、謝ります。なので離婚はやめてください。どうして？離婚したがってたでしょ。千崎の親権が取られるくらいならこのまま夫婦を続けていたい。あなたの思惑はもう全部バレているんだけど。え？隠し子がいるんでしょ、その金髪女との。どういうことだ？金髪女の SNS で見つけたからチェックしたの。そしたらあなたとののろけや何やらたくさん書いてあったわよ。全部知ってるのか？ええ、金髪女と付き合っているのは5年前から、子供ができたのは1年前。1年間私たちに隠して二重生活を送っていたんでしょ、宮城で。うわ。宮城への出張は全て浮気相手に会いに行っていた。会社にも連絡して確認したわ。
そんな出張は一度もなくて有給を取っていたって。俺は金髪の方がタイプなんだよ。でも千咲とも一緒に暮らしたかった。そうみたいね。だから私が浮気しているということにして親権を取ろうとしてたんでしょ。計画が幼稚すぎるわ。全てうまくいくと思ったのに、俺はあいつと再婚して千咲とリマと一緒に暮らしたかったんだ。隠し子はリマちゃんというのね。超超超可愛いんだよ。お目目がクリクリで。でもだからといって千咲のことも愛しているんだ。あ、そう。でも残念、千咲はもうあんたのこと大嫌いみたい。え？千咲ね、あの後こう言ったの。あのおっさんに地獄を見せてやろうねって。俺をおっさん扱い？もう父親でも何でもないのよ、あなたは。そんな、千咲。本当に汚らわしい。娘の名前を口にしないで。俺の娘だ。さ、離婚届提出しましょう。もう私たちは他人になるの。養育費を払う必要はないわ。これでつながりを断ちたいから。待ってくれ、頼む。私が電話したことで嘘をついて浮気旅行に行っていたことが会社にもバレてしまったみたいだから、ごめんね。どうしてくれるんだよ。自業自得でしょ。もちろんあの金髪女にも慰謝料を請求するわ。既婚者だと知っていて子供を作ったんだから。お金がなくなったらリマを養えなくなる。そんなの自分でどうにかしなさい。あとは弁護士から連絡行くから、これでさようなら。千咲に会わせてくれ。俺の千咲に。千咲は二度と会いたくないって。それじゃ。こんなの地獄だ。後日談。さよならと言ったものの、一度家に戻り離婚届を突きつけてきました。ソータは目を晴らして泣いていました。もっと泣けばいいと思いビンタしたら、頬に私の手の跡がついていて漫画みたいでした。金髪女にも同じことがしたかったのですが、もう家におらず、私も汚らわしい家を出て千咲が待つ実家へ。ソータは会社で呼び出しを食らい、信用を失って居づらくなり鬱っぽくなっているようです。それでも私は容赦なくしっかりと慰謝料200万円ずつを請求しました。支払わないようなら訴えます。娘には悪いことをしたと思い謝罪しましたが、おばあちゃんとおじいちゃんと暮らせるの嬉しいと喜んでくれて、もしかして元気なふりをしてくれているのかもしれません。そんな人思いで優しい娘に辛い思いはもうさせたくありません。これからは私がちゃんと守ります。